おいっすね。おいっす。今日なんか今から、はい、あれですか、民謡を歌ってくれる。そう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 、すごいなんか歌い手さんがおって、はい、でこことちょっと絡ましてもらおうかなっていう感じで、でそこをちょっと繋いでくれた人がおって、はい、でそれこそそれを繋いでくれたのが俺のさ、プーマのプーマメラニのカスタムのメイクをしてたって、あれを作ってくれた子なんよ。おしゃれなペイントしてくれた子です。そう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 、でその子と今待ち合わせしておけん、とりあえずここで待ち合わせして、はい、でその子を迎えて、はい、で、行きましょうかという感じで。ああ、なるほど。まあ、ちょっと待ってみましょう。来た。はい。あ、おいで。何ちゃんです？ピーちゃん。ピーちゃん。ピーちゃん。ピーちゃんおいで。おいで。紹介します。フィーちゃん。いや、ちょっと待って、派手すぎんちょっと。めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛い。超久しぶり。ちょっと待って、ピーちゃん派手すぎ。超派手やろ。いや、めっちゃ可愛い。超派手やろ。いや、近っぽ可愛いやん。この子が俺のプーマフェラーリのカスタムを作ってくれた。まあまあ、ちょっとこの辺にボーってこう写真を入れておこうかね。ちょっと待って、このブーツ何？バレブーツ。いや、このブーツ何マジ？オーダーじゃないです。海外です。へすごい。え、ピーちゃんが今日のお店の人とつなげてくれたんですか？そうお世話になってる人で、あ、そうなんや。そうで、まあ実際フィージャンのお店、まあ今ね、ちょっとアトリエになっとって、はい、ちょっと店の中がね、ちょっとガチャガチャなっとって、ちょっとね、店の取材がいけんたてよ。まあまあ、でもインスタとりあえず貼り付けとっけん、そこを見てもらったら、まあその奇抜さというかね、普通にないものをすごい持っとっちゃう、だけどそういう部分に俺がこう興味を持って、これからね、どんくらいかな、もう1年ぐらいなんだね。もう1年だ俺が学ぶと、学ぶと沖縄来た時、奇抜はめっちゃ伝わります。伝わるよ、ね、でそれを自分のその体が、その洋服だけじゃなくて、その自分の洋服を作るっていう形やけん、ただ着飾るだけじゃなくてね、でもそれがもうすごい現れた感じやけん、まあ、ぜひぜひね、ちょっと興味を持ってもらえると助かります。ちょっとみんな気づいてないかもしれんけど、彼女のピアス見てみて。あ、ラブ違う、これ買ったラブホテルって。やばいね。やばいこれは別で好きなアーティストだから買ったもので、違っぽおしゃれ。ラブホテル、うん、まあそんな感じで、ちょっとじゃあみんなでね、ちょっと歩きながら、そうね、まあフィーちゃん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。かわいいね。かわいい、でも実際かわいいじゃん。かわいい、ちょうど学ぶと来た時に出会ったんすか？そう、車止めて歩き寄ったら、何この店と思って、すげえと思って、で入ったんすか？で入ったと。へえ。でそこからすげえ、その時はまだ多分俺 YouTube 始めてなかったもん。ああ、そうっすよね、多分。いや、初めてない。1年前やけん、多分始めてないと思う。初めてないっす。なんていうお店でしたっけ？2丁目です。2丁目、はい、2丁目っていうお店なん？2丁目。あ、そうなん、ちょっと知らないと。2丁目。それは新宿関係ないやつ？あ、関係ないんですけど、やっぱりそっちの系の方が好みな派手さなの。あ、なるほど。あと、まあ、場所が2丁目なのもあるんですけど。あ、なるほどね。ああいうの好むんや、2丁目の人たち。そうですね。結構衣装系に系でオーダー来たりとか。あ、ちょっと派手なね。そうこう言ってる間に目的地に着きました。こちらでございますね。剣坊さんのお店、まさかや。こんにちは。すげえ。わー、すごい。久しぶりです。5分10分程度いいですか？いいよ、せっかく井上さんもね、入っちゃいました。あ、そうですね。ちなみにいつぐらいからもうお知り合いですか？もう関東来てるから。いや、誰かの紹介で来たんだったかな。あ、じゃあもうそれは沖縄で知り合ったって感じですか？だな、もともと一緒だからな。俺は横浜だけど。
あ、横浜なんですね。ああ、じゃあ堀内さんと一緒だ。おいっす。始まりましたね。始まりました。はい、まあ先ほども紹介したように、はい、フィーちゃんから紹介を受けた、はい、店の名前がまさかやさんの、あさとけんじさん。普段、はい、皆様からなんて呼ばれてるんですか。けんぼうさん。けんぼうさん、よろしくお願いします。けんぼうさん、よろしくお願いします。はい。はい、今日はもうね、ここに来ていろいろお話を伺おうという回でございますが、どんな感じですか。はい、まあ俺はあの YouTube をちょっと見させていただいて、はい、でまあ元々関東の方っていうのもまあちょっと別口で聞いて、はい、で、ちょっとすごい共感を得るところがあったんで、それでちょっとぜひ話してみたいなっていうふうに思ってたら、はい、たまたまそのフィーちゃんとの付き合いがあってっていう感じで、なるほど、もうじゃあぜひともお願いしますっていう感じでね、ちょっとあの来させていただきました。で、今ここに来られて、沖縄に来られて大体どのぐらい経つんですか。27年ぐらいだな。27年。その27年前に来ようと思ったきっかけって何なんですか。お坊さんになろうと思って。なるほど。沖縄お坊さんって、いやいや、ねね、まあそう言ったらあれだけど甘く見てたな。あ、やっぱりあのちゃんと学校を歩いてちゃんとなんかちゃんと修行してどうのこうの、めんどくせえなと思って10年ぐらい、ね、修行して、なんとかかんとかって言うと、あ、これはおられては無理だわって言って、ほんで山伏とかそういう修行も受けたけど、はい、やっぱりあの時間がかかりすぎるわ。もう俺67だから、お前これ修行終わったと同時にお前死んでしまうかな。いやいやいや、まだまだ、ね、早めによ、ね。いや、こういう可愛い子だと、うん、話をしながらしているとエネルギーがある。あの僕も YouTube で拝見させていただいたんですけど、なんかその漫談しながらライブをされてらっしゃると思うんですけど、もうここのお店自体は何年ぐらいされてらっしゃるんですか。ここはもう27年やる。あ、もう、あ、もう、じゃあ沖縄来てからすぐ、ね、表社会に出てきてからずっとこの仕事。あ、今軽く表社会、酒をやめた。あ、表社会という言葉が出てきてましたけど、その前にされてらっしゃったのが、うちの家山と同じような。ずっと見てたんだよ。ああ、そういうことで、そうなんね。あ、初めて聞いた。あ、同じあれをしてるんだ。ただ歩んでる道がちょっと、俺は音楽で、こっちはこう YouTube、はい、あ、共感持てるなということで、人生いろいろあるからな。そうですもんね、何かしらのきっかけですもんね。そりゃそうよ。あの、本当に僕そのきっかけってすごい大事と思ってて、だから例えばその沖縄に来られたきっかけ、そして歌おうと思ったきっかけ、そういったものがすごいやっぱり興味が湧いたんですよ。男性と女性もそうだよね。そうですよね。きっかけじゃないと、全て僕本当にきっかけなんだよ。きっかけと思うんですよ。じゃあその関東の方から、まあ、沖縄に出てこられたのも、もう向こうでもうきっぱりこう、やめたっていうふうな形で、で、まあ、一から歩んでいこうっていうふうな形で沖縄に来られたっていう感じなんですね。とはちょっと違った、ね。ああ、違うんですね。これは、あ、まあ、言えるところと言えないところでいい。一応、組長までしてるから、会長になれって言われたから、会長になるともう動けなくなるから、俺は40には、お坊さんになりたいって言ったから、ふざけるなよって名になって、それからだな。ああ、ハモにしてくれ。あ、じゃあ、ところばれとかそういった感じの。ああ、それもだよ。なるほど、なるほど。それでいい。俺の人生だ。そうですね。それも。もともと歌が好きだったの。私は15歳ぐらいからしてるからもう52年弾いてるな、三線。え、横浜でも三線を弾いてらっしゃったの。あ、もちろん。俺はタクシーとかトラック、はい、ほんでまた家業、はい、そういうのばっかりだけど全然三線を弾かないずっと三線。なるほど。もともとやっぱりこの三線を弾いて説法するっていうかな、これのために歩まされた、これは俺の考えだよ、はいはいはい、修行だったんじゃないかな、はい、なるほど、なるほどですね。だからいいようにいいように考えていかないと、人生つまらねえじゃねえか、なんで俺ばっかりこんななんだろうと思ったら、もうどん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 波動とか言霊とか、まあ音霊っていうのもあるけど、そういうのをいろいろ
力のある人から説法を受けたり、また本を読んだりしていろいろ得たり、初めて、まあ、そんな感じでちょっとすごく僕ちょっと惹かれた部分がありましたんで、ちょっと足を運ばせていただきました。でこれからもちょっとよろしくお願いします。沖縄に来た時は必ずちょっと寄らせていただきますんで、ね、はい、で今から剣坊さんのね、ライブをねちょっともう楽しみにしていただこうかな。だけどもうそれに関してはもうフルで配信するんで、皆さんねもしぜひ興味を持った方は剣坊さんのこのお店、まさかや、まさかやさんです、必ず来てやってください。すごいね、面白い感じでライブが始まりますんで、はい、っていう感じで、いやこれ今後もよろしくお願いします。よろしくお願いします。まさかやとフィーちゃんに乾杯。最初に言っておかないといけないけど、ゆうやの君これは流してくれよ。実は沖縄県民は日本人ではありません。私はここに来た人たちに教えるんだけど、沖縄県民も俺は日本人だよって騙されている。430年前に琉球国、だいたい先祖が違う。日本人の先祖は言わずと知れた弥生人、徳之島とか大島とか沖縄の人は琉球人なんだ。中央人だふるさと、step by step, the clock is ticking, but there's no time for